こんんばは、スペカンです、えー、今日はしゃべるだけの動画になってしまうんですけどフィンガードラムのプレゼンをすごいしたいと思いまして現役ドラム講師がフィンガードラムを全力というかフィンガードラムにめちゃくちゃ偏った、えー、プレゼンをしようかなと プレゼンというか、優位性についてお話をしようっていう動画です。僕は今でも、えー、とドラム、生ドラムの生徒さんがいまして、えー、レッスンという形で仕事をさせてもらってます。だけど、今僕自身はうんと、生ドラム自体の仕事はもうほとんどしてません。 というか、もうここ1、2年は、ドラムを叩くっていう仕事自体はしてないですね。本当2、3年ぐらい前まではやってたんですけど、ギリギリで,で。今はもうやってないです。もう教える、生ドラムに関しては、もう教えるっていうことしかしてなくて、まあ、生ドラムをこう教えてる僕が、 なんでフィンガードラムがすごくいいのかっていうと、まあ一つはね、今ちょうどこういう自粛というか基本的にあまり外出ない方がいいよっていう時期になってしまってますよね。で、その時に、うん生ドラムとかだと、なんていうんですかね、練習できるのが電子ドラムを使う練習方法か、 まあ、パッド練習。ゴムパッドとかを使って、トコトコやる練習ぐらいしか、まあ、代表的な練習はないですよね。まあ、もちろん身体操作とか勉強してる方は、こうね、体の使い方とかを、すごいなんつうの、練習することができるけど、まあ、全力で生ドラムを叩くっていうことからは、相当離れていっちゃうと思うんですよね。でもですね、フィンガードラムに関しては、家だろうが、まあ、現場、 ライブハウスやクラブだったとしても基本的に扱うものは一緒であるっていうところなんですよねだからまあわざわざ練習パッドみたいなのでうん練習する必要は特にないと持ってる人はそれをお家で練習できるよとでヘッドホンも使えば音もそんなに大きい音が出ない、まあ、電子ドラムやパッド練習をスティックで やるよりはまあもちろんそれでもこういうこういうねこういうパッドをこうやって叩くとどうしても音は出ちゃうので、うん、壁が薄いとか隣の近所の人がめちゃくちゃ神経質とかねそういうちょっと特殊な環境以外であればフィンガードラムっていうとなんかドラムのしょぼい版みたいな風に思ってる人たちがまだ ままだまだたくさんんいると思うんですけどレコーディングとかっていうところに関してもものすごく能力を発揮するまあフィンガードラムだとニュアンスが出せないでしょうとかいろいろ言う人もいるしで実際僕も生ドラムと比較した時にフィンガードラムで出せるニュアンスが生ドラムに近づいてるのかっていうとそうでもないんですよね僕は割り切っちゃってますね最近特に最近割り切り 始めてますフィンガードラムでできることと生ドラムでできることは別であるっていうふうに割り切るようになってきちゃいましたつい去年あたりまでは生ドラムでできることはフィンガードラムでできなきゃいけないし生ドラムにできないことがフィンガードラムでできるとさらに優位性があるなっていう考え方で練習したり、えー、音源買ってみたり色々いろいろやってたんですよねだけど まあ最近はなんか生ドラムは生ドラムの良さがあるわけで,でそこにそもそも勝とうとする意味って全然ないですよねっていうのが僕の感想で、まあ、フィンガードラムの良さをフィンガードラムならではのドラミングをできるようにすれば戦うというか比較の対象にならなくなるよねって僕は思ってて例えばつい最近あげた その808、808じゃねえや、TR08 で、8 0 8でに演奏したんですけど、ああいうのはやっぱりこう、あれはそもそもシーケンサーというか、そういうのを走らせて演奏していく楽器なんですけど、僕はそれを無理やりミディで、えー、オーラっていうね、パッドにつなげて、フィンガードラムで演奏してるんですけど、 まあ、ああいうことがなかなかできないですよね。生ドラムだと。電子ドラムだったらできるんですけど、ただやっぱり大掛かりだと思うし、なんつうのかな。簡単にちゃちゃっとできるもんではないですよね。だけど、フィンガードラムに関しては、それが思いついたらパッとすぐできちゃうんですよ。でしかも、ちゃんと演奏できれば、 全然生ドラムに匹敵するような人たちもいるしで逆に言うとエンス生,、まあ、生じゃないか、えー、ー逆に言うとドラムを演奏しながらメロディーとかコードを一緒に弾くようなパフォーマンスもできるとだからすごく多岐にわたるんですよねやれることがで僕は何度も言ってるけど僕自身はドラム フィンガードラムもドラミングとして演奏してるよっていうことなんですけどそれでも生ドラムとは全然違う方向性っていうのが最近見つかり始めてきて楽しくやれてるとしかもその自分の演奏したものを生ドラムだとすぐに何て言うんですかね動画にできないですよねスタジオ行ってスタジオ代もかかってなんなら 交通費もかかって、みたいな。だけど、フィンガードラムだと、こういうパッドとカメラがあれば、もうすぐ、えー、映像として発信することができる。ツイッターにすぐ上げることもできるし、YouTube とかに載せることもできる。発表会がね、セルフでできちゃうんですよ。で、低評価がつけば、 ああ自分の演奏が良くなかったのかなとかっていうふうにも思えますし高評価がつけば普通に嬉しいですよね次のモチベーションにつながるなんか生ドラムやってた時よりもものすごく発信しやすいし発表しや,しやすいなっていうのがもうすごくいいところじゃないかなと思うで評価がもらえれば練習のモチベーションにつながると思うしみんなに はね、ぜひ体感してもらいたいたんですよやっぱりこう初心者の人とかが言うのはまあ簡単にできそうだなって思ってやったけど難しくてやめちゃったっていうパターンとかも結構多いんですよね話聞くとでもそれはちゃんとした練習の方法っていうのが見いだせなかったからだと思うんですよ僕だったり他にもそういうフィンガードラムのレッスンしてる方って 最近増えてきたのでそういう人に習えばいいと思うしでこういうのだと対面じゃなくてオンラインレッスンっていうのが最近導入してる人たちが増えてきてるので家にいながらレッスンできるんですよね。でそれはものすごい生ドラムと比較したときに発展性がすごくあるしおすすめだなと僕は思います。 だから練習するのもでき、できるのも、練習するのも簡単になったし、フィンガードラムだとね。で、さらに、習うのも簡単。だこんな、楽器として、もうすごくうまくなる、なんていうんですかね、環境がめちゃくちゃ揃ってるんですよね。もちろんお金はかかるし、パッド買わなきゃいけないとか、レッスン受けるなら、レッスン料もかかる。まあでも、 YouTube とかで、えー、フィンガードラムうまくなる方法とかを試行錯誤して、えー、発信してる人たちもいます僕もその一人ですよね、まあ、最近始めようとしてる、えー、ゼロから始めるフィンガードラムシリーズなんかはすごくそれに当たるし、まあ、もしそれ見て叩けるようになってで続けれるモチベーションとかにつながるならめちゃくちゃ嬉しいし で僕もレッスンやってるんでね、どうしてもわかんない場合は、スカイプのレッスンなのか、LINE レッスン、最近始めた LINE レッスンとか、受けてくれたらなと思います。とにかく、今、フィンガードラムは、めちゃくちゃ新しい、その、楽器としては、ものすごく有能だし、まあ、なんと言っても今のこの時期、自粛ムードの時期にめちゃくちゃ適した楽器だと思うんで、 興味があるなっていう人はぜひやってもらいたいし、僕スカイプのレッスンは1時間は無料なんですよ。本当に。体験レッスンっていう扱いなんで。ぜひ受けてほしいって思う。で、その後ね、別に僕のレッスン受けなきゃいけないわけじゃないので、あ、できそうだな、自分でできそうだなって思えば自分でやれば,やればいいと思うし、他の先生の方がいいなって思えば、他の先生に習った、習えばいいと思う。 今のところ体験レッスンで1時間無料っていう枠設けてるフィンガードラムの先生って今のところ僕が知ってる限りでは僕しかいないのでぜひ、まあ、受けてもらいたいなって思いますでその時に、まあ、人間的に合う合わないっていうのはあると思うけどそんなことどうでもよくてとにかく自分が上手くなるためのツールとして僕を使ってほしいって思ってますもちろん2時間目とかからね はお金かかりますしラインレッスンは体験っていうのをやってないのでいきなりお金かかっちゃいますけど、まあ、それは僕もご飯を食べるためには必要なお金なのでご了承いただきたいなと思うんですけどでも、まあ、あなたが上手くなるのに僕の性格や僕の概念や僕の思想は関係ないですから僕のいい部分とか僕の方が 上手なな部分をあなたのツールとして使って,しいっていうのが僕の考えですなのでフィンガードラムはめちゃくちゃこの先もどんどんやる人が増えてくるしものすごくうまい人とかもどんどん出てくると思う何年後とかにはでその時にもし乗り遅れちゃって しまううののでであればそればそはすごくもったいないなことだとだ思うので今まだものすごいプレイヤーっていう人があまり見えないまあ誰かとコラボしたりして有名になっている人はいるけど技術的な意味で言うとすごい本当の意味ですごいなっていうプレイヤーは僕はまだ見ていないのでうんもしかしたら今見てくれてるあなたがそうなるかもしれないのでいち早く やって欲しいです「すゼロから始めるシリーズ」「ゼロから始めるフィンガードラムシリーズ」に関しては、まあ、そういう人たちが、まあ、潜在的に上手くなるであろう人を少しでも増やしたいなっていう気持ちもあったのでやってます。もちろん別に、まあ、それでフィンガードラムなんかで飯なんて食えないっていう人もいるかもしれないし趣味でやりたいんだっていう人も全然 OK だと思う。 とにかく盛り上がることが大事だと思うのでフィンガードラム面白いよねっていうようなもう時代というか時期に突入してもいいんじゃないかなって僕は考えてますで改めて、えー、昔からフィンガードラムを一生懸命やってる方たちをもっと応援してほしいと思うし僕のこともできるなら応援してほしいし、えー、チャンネルを登録してほしいなと思っていますまあ、そんな感じで フィンガードラムはめちゃくちゃ面白いので、皆さんもぜひやってみてください。で、まあ、これとね、でとりあえず僕が今すごくおすすめしてるのは、えー、この i イリグパッ e っていう、IK マルチメディアさんから発売されてる i イリグパッ e っていうのと、iPhone のガレージバンド。で、たったこれだけでできちゃうんです。こたったこれだけでできちゃうんだけど、一つだけまだ問題があるんですよ、実は。えー、 イヤホンジャックが付いてない iPhone に関しては、残念ながら iPhone から音を出す以外に方法がないです、今のところ。で、いろいろ試行錯誤したんですよ。いろんなこのカメラコネクションキットとかを、ね、いっぱいこう連結させて,って、でも電力が足りなくてですね、今のところできないです。イヤホンを使う、イヤホンやヘッドホンを使うことができない。 ブルートゥースっていうのも試したんですけど遅延がひどすぎてとても練習にならなかったです、まあ、もし誰かこういう方法があるよっていうのを、えー、教えてくれる人いたらぜひコメント欄とかに書いていただけたらなと思います一応もうちょっと模索していこうかなと思うんですけど最悪世代の低いイヤホンジャックがまだついたりしてる iPhone を使う っていうところに落ち着いちゃうかもしれないですね。または iPad っていう感じですかね。まあそういう感じでした。まあ、それについてはですね、えっと、まあ、僕もまだちょっと調べたり研究しようと思ってるので、え分かり次第、えー、また別の動画でお伝えしようかなと思います。じゃあそんな感じでお疲れでした。